昨日から行方不明のショーン・マーズ君10歳について未だ新しい情報は入っておらず不安が広がっています。最新の報道によれば当局はこの事件を折り紙殺人鬼による誘拐事件として扱っているとのことです。もし犯行が確認されればいらっしゃいませ。お嬢さん、これまで被害者が誘拐の3日から5日後に殺害されたことからも生存の可能性が示唆されます。お嬢さんのためなら何でも。警察はショーン君の保護に全力を注いでいます。貴重お願いします。 ICN からマイケル・ネディでした。マディソン・ペイジ、27歳。ペイジさん、何日ご滞在で？決めてないわ。201号室、最上階です。階段は中庭ですよ。ありがとう。ごゆっくりどうぞ。そうするわ。ねえ、大丈夫？救急車を呼ぶわ。救急車はダメだ。ひどい怪我よ。医者に見せないと。頼む、部屋まで手を貸してくれ。207号室だ。キーは持ってる？事故にでもあったの？病院に行かないと。一本か二本、肋骨が折れてる。死ぬほどじゃないけど、かなり痛いよ。血が出てる。深そうよ。パラコモール鎮痛剤、痛みが激しい場合に服用。1日1錠まで。さ、飲んで楽になるはずよ。鎮痛剤、痛みを和らげる。24時間に1錠って書いてあるわ。飲みすぎるのは良くないんじゃない？時間がないんだ。傷を消毒しないとダメだわ。傷口を消毒するわ。染みるわよ。
いいわ、これで感染は防げる。ありがとう。私だったら何日か安静にしてるわね。そう、シャワーを浴びるよ。オッケー、手伝うわ。終わるまでここで待ってるわ。何かあったら言って。何か話してて。気を失ったの分かるから。君の名前は？マディソンよ。ここに泊まってるの？いいえ、この町に住んでいるわ。慢性の不眠症みたいで、モーテルでしか眠れないのよ。理由は聞かないで。すごく疲れた時にここに来て一泊するの。僕はただの通りすがりだ。他にはどんなことしてるんだ？通りすがりの解放する以外に。写真家なの。ファッションデザイン雑誌用に家具の写真を撮ってるの。あなたは？僕は建築家だ。止めてすまない。だいぶ良くなったよ。よかった。じゃあもう行くわね。そういえば名前聞いてなかったわ。Eさんだ。お大事に、Eさん。